はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。スターウォーズのファーストオーダースペシャルフォースタイファイターのプラモデルです。はい、今日はですね、エイシン君はちょっとお休みでございます。ね、インフルエンザにかかってしまいまして、かかった当時はですね、39.8度っていうですね、もう超高熱でかなり辛そうだったんですけども、今はですね、熱は下がって、ようやくですね、今普通に生活できてるかな。ただね、咳がものすごいので、ちょっとね、今日ぐらいまで、明日はもしかしたら登場するかもしれないですね。はい、ということで今日はですね、こちらのファーストオーダースペシャルフォースタイファイターのプラモデル、これが出ておりましたので買ってきました。これをですね、今日は作っていきたいと思います。以前ね、 X-Wing のプラモデル作ったんですけども、全然塗装がされてなかったので、まあ今回もそうだろうね。ちょっと開けてみましょう。まあでもタイファイター自体はそんなに塗装が必要なものじゃないからいいんじゃないかな、いけるんじゃないかな。あ、パーツもそんなに多くないですね。はい、こちらが説明書です。うん、いけそう、大丈夫、頑張ってみるでは作っていきたいと思います。はい、ということで完成しました。こちらがファーストオーダースペシャルフォースタイファイターのプラモデルですね。素晴らしいじゃないですか、この出来。びっくりしちゃった。前のね、あの X-Wing がちょっと本当にね、何の塗装もなくてがっかりしただけに、これはね、何にもシール貼ってなくても全然いいです。あのねシール貼らなかったですからもうね、細かいシール無理、もう絶対無理。それでスペシャルフォース、あの特殊部隊の特徴であるこの赤ね、ここの赤い部分もちゃんと再現されておりますね。こちらのですね、スペシャルフォースタイファイターはなんと、ハイパードライブも搭載しているということで、これだけでもどっか行けちゃうんだね。あとファーストオーダーのタイファイターは全てですね、シールドがついているということで、昔のタイファイターよりね、やっぱ強くなってますよね。うん、こちらの窓とか天井のこの部分、ここはですね、今クリアパーツをつけてますけども、窓抜きしてあるパーツもありますので、そちらをつけることもできますね。私はクリアパーツにしました。こっちの方がなんかいいもんね、キラキラしてて、はい、ズームにするとこんな感じなんですけども、すごくよくできてますよね。中見えるかわかんないですけども、ファーストオーダータイファイターパイロットが乗っております。これね、前と後ろ両方乗ってるんですけども、後ろ側にもですね、ちゃんと窓がありますね。よくできてるよこれ、素晴らしいじゃないですか。そしてジャックをモチーフにした台座もついておりました。これをですね、タイファイターの後部につけるとこんな感じでディスプレイできますね。そしてこちらのレーザーもついておりましたので、これもちょっとつけてみましょうか。はい、こんな感じでまさにこう打ち込んでる最中の部分を再現できるんですね。これいいね、おいいね、いいね。テーブルに置いてみましたけど、こんな感じですね。いいんじゃないの。ちょっと見直しちゃったな今回。ミレニアムファルコンも買ってみようかな。でもミレニアムファルコンは塗装が必要かもしれないですけど、もしね、持ってる方いらっしゃったらぜひコメントで教えてください。ミレニアムファルコンも塗装がいらないんだったらぜひチャレンジしてみたいですね。はい、ということで今回はファーストオーダースペシャルフォースタイファイターのプラモデルでした。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。これいいね。スターウォーズのプラモデルは R2 と R5D4 とあと C3PO を持ってるんですけど、まだそれはね、組み立て終わってないです。結構ね、時間かかるんだよねあれねこれはね、一気に作れちゃったからすごい良かったですね。だいたい1時間ぐらいで作れました。ということで今日の動画がですね、もし良かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね。そしてチャンネル登録をしていただくと、 YouTube のチャンネル登録の一覧にマエチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、それとマエチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、ぜひそちらのフォローもお願いします。はい、ということで今日はですね、シンくんいませんでしたけれども、明日ぐらいね、多分ね、復帰できるかなっていう感じですね。はい、ということで今回は以上でございます。バイバイ、バイバイ、バイバイ。